私の場合は1ヶ月半ぐらい早く陣痛が来てしまって、もう何にも準備してなかったし、名前も決めてなかったから、分娩台の上で息子の名前を決めることになったんだよね。そういうこともあるから、やっぱ名前はね、早めに候補だけでも挙げておくといいかもしれないね。本当にそう思ったよ。私の場合は自宅で陣痛が来て、計算部だったからちょっと早めに連絡したんだよね、で15分ぐらいかなっていう風に電話してて、あ、じゃあ様子を見ながら10分間隔ぐらいで来てくださいって、はーいみたいな感じでのんびりしてたら、ふと時計を見たら3分なんですけどってなって、いやもう本当に7分とか8分があるはずなのに、それもすっ飛んで、もう次の瞬間には3分ぐらいになってたんだよね。急いで病院に行って、行く間も痛いってちょこちょこなりながら、もう着いたらすぐに生まれました。1時間かからなかったぐらいで。危なかったね。だからね、やっぱ計算部さんは何があるか分かんないから、これも早めに行動するのがいいかなと思います。はい、